そしてこの抑圧された内的事故が、まあ、これが潰れちゃう場合もあるし、うんうん、逆にブワーンと爆発する場合があって、うんうん、これ個人の場合だとこれが爆発しちゃうとここでもう人格変わっちゃって、うんうん、これが統合失調症の発病なんですよ、うんうん、そうそうそう、うん、そうですそうです。でこれが近代日本にも起こったのが、うん、昭和の前半ではないかという、うん、そういう話ですね。そういうことです。はい、じゃあどうぞ。はい、はい、おっしゃる通りで、はい、だからじわじわとまあ始まってはいたんだろうけどもと、うんうん、でそれが大正末期から昭和初期のまあ昭和恐慌あたりでじわじわと始まっていたんだけど、最初のきっかけが多分ね、まあこれ言うまでもなく満州事変なんですよ、はい、で満州事変が昭和6年だから、そのあたりで俺たちは西洋近代、つまりヨーロッパに反抗し始めたぞという自覚が軍部にも、まあ、政府にも少し出てくると、うん、その中で俺たちって何だろうなと、つまりあいつらの、ルールや価値観ではない形で何かやってしまっているので、それを作んなきゃいけないっていう、まあ、空気がだんだん出てくるんですね、うんうんうん、まあ、それでもねまだね、まあ、なんていうかな、常識というか正気というかそれは保っていて、でさっき言ったその、小林秀夫が故郷を失った文学というのを書くのが昭和8年なんですよ、はいはい、でこの時代ってこれ結構僕注目しているのは、昭和8年何が起こったかっていうと、小林ももちろん故郷を失った文学って言って我々は故郷はもうないじゃないかっていう焦燥を語っている、うん、なんだけど同時にね、マルク主義、この国のマルク主義が本当に終わる時なんですよ、終わるっていうのはあの弾圧で、あ、いわゆる天候で、そう、天候が一気に起こるのが昭和8年なんです、はい、でそれまでってご存知な方もいらっしゃると思いますけど、昭和2年あたりからこの国をもう圧倒的にリードするのは、つまりエリートたちをね、知的エリートたちをリードするのはマルク主義なんですよ、はい、でこれが6年ぐらいもう猛威を振るってですね、うん、本当にマルク主義を読んでなかったらお前一向性なのかみたいな世界、うんうん、これが本当にあったと。でもこれが昭和8年一気に手のひら返しで終わるんです、うん、でなんでかというと2つあって、うん、1つが小林武二の虐殺、うん、でこのことによってつまり本当に信じたら死ぬかもしれないという、うん、お前そこまでして信じるっていうちょっと根性が試されたってです、うん、お前の内的事故は本当にマルク主義にうなずいてるっていう、うん、それともう1つがもうこれがほとんどダメ押しなんですけど、佐野学と鍋山定親っていう2人がですね、はい、共産党の幹部なんですけど、はい、これが獄中に行って獄中から転校声明を発するんですよ、うんうん、でしかもこれは単なる転校しましたという声明じゃなくて、うん、日本国家のですね、近代以降の発展をですねことほいだ、しかもその大東教育圏的なことまで言ってるような、うん、そういう転校声明なんです。だからつまりこれまではその天皇打倒の革命を叫んでいた人たちが、うんうん、実は天皇と社会主義を両立すると、そうおっしゃる通りです、そうなんですよ、ね、そう、はい、なのでこれ社会主義者としてもちょっと慰められてるわけ、うん、お前らの理想はいいよと、うん、それじゃあ今度は天皇と一緒にやろうよと言ってるわけだから、この論理考えた人すごいですよね。まあすごいですよね、そうなんです。これだから佐野学が、あ、確かにだからあるんですよ、伝統的にあるんですよね、うんうん、大アジア主義とかアジア主義って、うんうん、彼らがそれを多分学んでた可能性は多分あると思います、うんうん、でじゃあそれはなんかその、うん、特攻がそういうふうに占めたっていうよりです、うん、その彼らが自ら、うんと思います。もちろん特攻は差し入れたりしたかもしれませんけど、うんうん、まあ、それなりにプライドが高いので、うんうん、それだけでは多分あんな風なものは書けなかったと思いますけど、うんうん、自分でいろいろ読んだみたいですね、だから仏教とかいろいろ近世のものとか、うん、それでそういう、まあ、一応核心にたどり着いて、でこれだから今読んでも面白いんですよ、その後のね東亜新秩序生命とかね、うん、あともちろん大東亜共栄圏思想とかのほぼ最初のまとまったものになってるんですよ、あれ。これはそれが昭和8年に出てるんです。それは読めるんですか今？あ、読めますね。資料集とかになっちゃいますけどね。あ、そうですか。うん、でまあまあそこで出ると、うん、でそこで転校生命で一気にね、確か、まあ、記憶で言いますけど3分の1ぐらいが一気に転校するんですよ。うん、で1年間ではもうほとんど半分以上が転校するみたいなことになっちゃって、うん、もう総崩れです。うん、ということは今までのその文明開化の最先端、うん、もうこれをやることがもう日本近代のエリートであるっていうことの価値観が全部なくなって、うん、はい、で昭和9年に何が流行るかというと、セフト的不安という言葉が一気に流行るんです。これねあんまり語られないんですけど、セフトフっていう人間がですね、うんうん、ロシア革命が起こった時にロシアの貴族だったのでフランスに亡命するんですよ、はい、でその亡命したやつがですね、そこで悲劇の哲学って本を書くんですね、うん、でここでねキルケゴールとかドフセスキーとかチェーホフとかをこう引用しながら、
世界のヒューマニズムとか科学主義は全部嘘っぱちだと、うん、言ってるわけ、うん、でこの偽善のこう仮面を剥いたら全ては絶望しか残ってないじゃないかみたいなことを言ってるんですよ、うん、その本をですね、あの川上哲太郎っていう、まあ、文劇評価がまあ訳して、はいはい、こんなの売れると思わないんだけども、うん、昭和9年に出すとですね大ベストセラーになるんですよ、うん、で当時満単位で売れたんですね、うん、でそれで不安不安不安という言葉が流行るんです、うん、で思い出していただきたいのは昭和2年の7月にあの芥川が死んだ時にぼんやりとした不安、うん、それが昭和9年になると全く不安になるんですよ。なるほど。で何が起こるかというと昭和10年に、2つのことが出るんですけど、1つは文学業界でいうと日本ローマン派というのが出てくるんです、うんうんうん、これがまあご存知の方もいらっしゃると思うんですが、安田洋次郎とかね、あの林房夫とか、まあ、天候細工も含めての、うん、まあ、右のですね日本初じゃないかな、うん、日本というものを語った、まあ、雑誌が出てくることになると。林房夫もマルクシーから転校、ね、あ、そうそう、まさにそうです、まさにそうです、ね、うん、で上勝一郎なんかもマルクシーから転校して日本ローマ、うん、でさっき言ったね太宰も日本ローマなんです、うんうん、なのでこういう空っぽだったやつがでも日本という言葉をこう当てられてですね、うんうん、そこで一気にこう加速するっていうのが昭和10年。だからあの日本の超国家主義っていうのは、うん、実は根っこはロシア革命ってことですよね。ああ、まあそうかもしれない、そういうと、うんうん、そうですよね、そう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 、うん、そうなんですね。このそうですね、現状どうにかしたいっていう思いがあるわけだから、うんうん、本当そういうことかもしれない、うん、でもう一つだけ言わせていただくとですね、日本ローマン派というのはまあ文芸業界の出来事なんだけども、はい、それとこう機を一にして起こってくるのが政治の世界で、あの例の天皇機関説問題なんですよ、はいはい、でこれまでずっと天皇は機関である、こうした機関であるで、それ何の問題もないじゃないかと言って見延べ辰吉家がですね、うん、まあ、言った説が、まあ、官僚たちによって学ばれてきたし、はい、東大でも講座を持ってきた、でしかも貴族議員ですから当時、それが一気に問題化されて、天皇機関というのは何事かといって、まあこっちの天皇主権説というのが普通ありますけど、それがガーッと出てくるんですね。それがちょうど昭和10年で、この天皇主権説ガーッと出てくることの運動のことを国体名帳運動と、はい、まあ、言うんですけど、でもねこれ裏返せば国体名帳、国体を明らかにするっていう運動だから、うん、それぐらい明らかじゃないってことなんですよ、逆に言うと、うん、だから明らかにしなきゃいけないっていう焦燥が出てくる、うん、つまりさっきの言葉で言うと内的事故がよくわかんないから、うん、それ何なの、うん、お前ちょっと政府ちょっとお前 ちゃんと定義しろよというような感覚で、もう大衆運動がバーッと盛り上がってきて、そこからはもうねその空気の中で一気にいきます、うん、というのがまあ大正、あ、やばいじゃない、昭和10年前後のまさにこう変革期だったんじゃないかなという感じはありますよね、うんうんうん、で小林秀雄さんって人は、うん、まあ、一応あの江戸っ子なんだけども、うん、江戸を故郷と思ったことはないと、うんうん、まさに故郷喪失の感覚をずっとお持ちになっていて、うん、それで、まあ、お父さんの影響で、うん、もう本当に、まあ、一種西洋かぶれみたいな家庭でしたよね。そうです、そうです、おっしゃる通りです、うん、で西洋文学ばっかり読んでいて、うん、でその小林さんが ある時ふっと 足元をちゃんと見なきゃいけないって気づくじゃないですか、うん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 、それの話、そうですね、はい、それも結構面白くて、うん、僕たちの多分ヒントになると思うんですよ、うんうん、さっき茂木さんと一緒にその故郷がないっていうところが始まったって言ったのは、はいはい、それは小林もそうなわけだから、うん、でその小林が後になんと故郷とかね、うん、あるいはその伝統とかいう言葉を口にし始めるわけだから、うん、じゃあそこの故郷を失った文学から伝統文学というか伝統論まで何があったのってことですよね、うん、でこれ調べると面白いのは多分ね2つあるんですよ、うん、一つは、まあ、これは簡単に言うとドセスキーです。で彼自身がなんでドセスキーに行ったのかというと、ロシアも日本近代と同じような経験をある程度してるだろうという、まあ、まあ、なんていうかな、感覚があったわけです。というのはロシアもですね、まあ、ご存知の通り西洋近代的な個人主義ないですから、それが西洋近代化しなきゃいけない、しなきゃいけない、しなきゃいけないっつって、まあ、頑張って近代化してヒゲを剃り落としてですね、濃度線もやめてとかね、無理して近代化したわけです、はい、でその無理して近代化するとですね、まさに無理を しようよっていうインテリと、無理なんかいらねえよっていう濃度っていうかな、はい、農民とナロードと民主との間にものすごい落差が出るんですよ、うん、でまさにこれ2階と1階の分裂ですね。でこれを苦しんで、これをどうにかしなきゃいけないって言って、うん、文学をこう書き始めたのが、まあ、ドストエフスキー、うん、特にシベリア抑留された後の書いてきたドストエフスキーだったと、うん、いうことを小林が言って、うん、でそれでドストエフスキー研究というのかな、ドストエフスキーの生活という、まあ、連載をし始めるんですよ、うんうん、
でそこでロスツキー の, そのスラブ民族主義というかスラブ思想と言ってもいいけど、そういったものに本当にこう耳を傾ける。でそれが単なる民族主義では単なる国粋主義じゃないことがよくわかるんですね、はいはい、ということで彼がそこでどういう言葉をこう持って帰るかというと、やっぱり民衆、ナロード、うん、ナロードという言葉を持って帰る、うん、で我々そのナロードが排除するもの、うん、ナロードが受け付けないものを、うん、決して私たちは呼吸することはできないんだと、うん、まずはこの呼吸感、うん、ナロードの呼吸感に足場を置かなければ、うん、文芸とか文学とか、うん、まさに日本語でやってることあの営みですから、うん、それ自体が成り立たないじゃないかということをまずそこで学ぶんです、うん、でそれがまず一つ頭として学んだっていう方面ですね、うん、でもう一つねこれ面白いのは彼自身が雑誌運動をやってたってことなんですよ、うんうんうん、あの文学界っていう雑誌って今ね、うんうん、あの文藝春秋が出してますけど、うんうん、あれもともと小林がやり始めた雑誌なんですね、うん、だけど文藝春秋に行く前って2つぐらい会社変わってるんですよ、うんうん、出版社、うん、ということはどういうことかというと売れなかったんです、なるとてつもなく、うんうん、でそこでね本当に苦労したみたいで、うん、これ言い出すと本当に長いからもう端折りますけど、はい、軽く言うと小林の妹の旦那が、うん、田川水宝かな、うん、あの野良黒の、 あの漫画の野良黒の作者なんですよ、はいはい、で当時それが売れてたからその野良黒作者からですね、うん、お金を1000円とか2000円かな1500円かなぐらいこう借りてですね、うん、当時それぐらいあれば、まあ、一軒家買えたっていう値段だったらしいんですけど、うん、その雑誌に入れ込んでも、その雑誌をどうにかしようとしたと、うん、でさっき言ったドセスキーの生活って連載なんですけど、これだけどこれ無料でやってるんですよ、うん、原稿料なしで、うん、それをね数年やって、やるとでね、うん、その時にやっぱり売れるっていうことだけを考えちゃまずいけども、社会的な基盤っていうのは確かに読者がいて成り立つわけだから、 その読者とどう、まあ、折り合っていくのか、うん、でそれを彼はこう言ってるんですよ。迎合ならざる順応とか、うんうん、あと、通俗性ならざる大衆性とか言ってるんですよ、うん、でそういうものを実現することによって我々のこう常識とか日本人の中の基礎とか、感性の土台とかいうものを作っていくんだと、うんうん、いう経験を彼がそれをするんです、うん、でだからまさに自分たちの言葉の根幹には日本人の感覚が、うん、つまりそれを大義の幹って、まあ、後にちょっと、内村鑑三のことを使いながら言うことになるんですけど、うん、この大義の幹があるんでそこに西洋近代を接ぎ木しなければ、うんうん、我々はその言葉さえ、味わうことはできないじゃないかという確信を、うん、昭和11年あたりで掴むんですよ、うん、大義がこの内的自己、ね、そうですそうです、まさにそうです、はい、うん、そう、 そういう経歴の中でようやく彼がですねデビューが昭和4年だから、うん、大体だから、まあ、10年はかかってないかな、うん、7、8年かかって、うん、ようやく伝統という言葉に行き着くと、うんうん、ここがやっぱりね僕は未だに学ぶところがあるんじゃないかなというふうには思いますね、うんうんうん、このドストエフスキーの手紙がここに載ってまして、うんうん、はい、はい、信仰ですね、うん、信じること、うん、信仰過剰というものは非常に簡単なものです。つまり次のように信じることです。キリストよりも美しいもの、深いもの、愛すべきもの、キリストよりも道理にかなった勇敢な完全なものは世の中にないと。実際僕は妬ましいほどの感情で独語一人言を言うのです。そんなものが他にあるはずがないのだと。そればかりではない、たとえ誰かがキリストは真理の外側にいるということを僕に説明したとしても、事実真理はキリストの中にはないとしても、僕は真理と共にあるよりもむしろキリストと一緒にいたいのです、うんうん、これはもうその西洋的な論理の世界を超えてロシア正教に戻るという宣言ですよね、うんうん、そうです、おっしゃるとおりです、そうなんですよね、うん、これはだからドストエフスキーの言葉だとキリストってことになってますけど、うん、これは代入可能だと思いますよ、はい、つまり我々にとってのキリストは何なのかって問えばいいわけだから、そうすると、うん、別にその大げさなこと言わなくても家族でもいいしね、うん、だから西洋近代があるいは世界的な論理が真理が何であろうと、私は私の妻を信じるでもいいし、うんうん、まあ、そういう言い方でもいいわけだから、うん、そういう意味で言うと、まあ日本人の魂でもいいし、うん、日本語でもいいし、日本の文化でもいいんだと思いますね、うんうん、で小林はそれをだから民衆と置き換えるんですよね、うんうん、いや僕これ拝読して思ったのはプーチンですよ、うん、ああそうですよ、そうそうそう、おっしゃるとおりです。今のプーチンまさにこれじゃないですか、おっしゃる、もう西洋の押し付けた道とかいらないと、うん、そうなんです、ね、ロシアはロシアの道へ行くんだと、うん、そうなんです、いうことですね、そうなんです、うん、
だからね、本当そうなんですよ。だから小林とか ドステフスキーとかロシア文学やってたもんだから、うん、ごめんなさい、ロシア文学大使やってないですけど、まあ、とはいえ小林を通じて見てるもんだから、うん、今回のプーチンの話っていうのは分かりやすくてね、うん、そうですね、あの出てきた時にああまあそういうことあるだろうっていう反応だったんだけども、うん、日本のメディアがやけに騒いでるから、うん、感情的に、うん、ああこれはやっぱりあんまり通じてないんだなと、あるいはこのロシア文学的なこと分かってないんだなってのは、むしろその日本の保守は、うんうん、むしろプーチンの側に立つべきですか。あ、そう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 、そうなんですよ、うん、そうなんです、内的自己を守るために、うん、そうなんです、そうなんです、そうです、うん、それはなんかプーチンを叩いてる保守の皆さんどうしたんでしょうかっていう、うん、そうだからあの、まあ、ちょっと軽いバランスで言うとですね、いきなり例えば岸田首相が、あの何その全ての日米同盟捨ててプーチンと組むとか言うとちょっといきなり過激すぎるので、まあ、それはやんないだろうし、口先でわけではね、別にあの、まあ、アメリカさんと手組むみたいなことも戦略的にあるかもしれないけども、うん、でも今回の外交官8人追放とか、あるいはプーチンの資産凍結とかね、うん、やんなくてもいいところはやってるわけですよね、うん、でそこまで含めて日本人って本当になんだろうな、うん、自立するへの意思とか、うん、まさにこういう感覚がなくなったんだなっていうのはね、うん、感じますね、うんうん、だから、まあ、外的事故を保守してる人たち、まあ、そういうことです、そういうことです、まさにそうです、うん、そうです、うん、だから外的事故はあるので、被ればいいんですよ仮面は、うん、そうだけど内的事故があるやつだけが仮面が被れるので、うん、でも今の親米保守的なものっていうのはもう、うん、もう外的事故だけなのでもう誰とは言いませんけど、うんうん、そこはもうちょっと報酬みたいな感じありますけどね、うんうん、本当にだから、まあ、その話戻すと、うん、その小林が戻ろうとしたその民衆とか共同体、うんうん、日本の伝統的な共同体みたいなものと、うん、このさっきの国体名調的な動きっていうのは全然違いますよね、うん、おっしゃる通りです、その通りです、ね、そうです、うん、そこが重要なんですね、小林の立場が本当の保守だと僕思うんですけど、うん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 、おっしゃる通りだと思います、うん、その通りです、だからやっぱりあのまさに内的事故に耳を傾けるということは実はこれ実態はないわけだから、うん、でちょっとこれも書いたんですけど、例えばまあ、保守がよく言うことですけども、靖国神社さえ守ればいいとかね、うん、天皇陛下さえお守りすればいいとかね、うん、このさえっていうのがねもうすでにちょっと保守っぽくないんですよ、うん、と同時にもうちょっと言うと、なぜ靖国神社が大事なのか、なぜ天皇陛下が大事なのか、うん、といってなぜと問う必要もあるわけですよ、うん、でもなぜと問うた時に、その例えばその僕らの基準を、まあ、例えば靖国神社にしましょうか、その基準が靖国神社だって言ったら、その靖国神社がなんで基準なのと言って基準の基準をまた問わなきゃいけなくなる、うん、でもまたその基準が元こう口に出しちゃうと、うん、その基準がなんで基準なのって問わなきゃいけなくなる、うん、つまり無限交代しちゃうんですよ。だからこの無限交代を止めるためには小林はだから直感という言葉を用意するわけ、うん、でもちろんこれはベルグソンから来る言葉ではあるけども、うん、その直感とか実感、うん、つまり内的事故の呼吸感、うん、ここに私たちの基礎を置いて、うん、その上で、靖国も、うん、そして天皇陛下も皇室も、うん、いろんなものがあってその有機性に対して反省をするべきだろうと、はい、いうことなんですよ、うん、だけどさっき言った国体名調運動はですね、その実感とか直感抜きなんですよ、うん、それ抜きにしてこれさえやっとけばいいだろうみたいな感じで来るから上滑るんですね、うん、でこれが結構この国をどっか狂わしていったってことは、うん、やっぱり一回反省していいだろうと保守の側からそう思いますけどね。非常にガサツですよね、うんうん、そうなんです、そうなんです、うんうん、だって国体名調運動って天皇主権説って言って、まあ、それはそれでまあやりたいならやっていいけど、うんうんうん、でも主権説っていうことは天皇陛下が本当に権力を振るうってことですから、うん、それでやっていけんの近代国家でとか、うん、逆に言うと伝統的には天皇陛下ってどうお守りしてたかっていうと権力震えないがゆえに崇高なものっていう形で、政治と切り離してきたわけでしょ、あの距離を取ってきたわけでしょ、うん、それどうすんのとかね、そういう議論もほぼないんですよ、うん、非常に抽象的な議論をしてるなっていう感じはやっぱり否めないですよね、うんうん、だからあの国体名調運動とね、僕一番よく似てるのはね、あのチュチュ思想だと思うんですよ。ああ、なるほど。うん。もうなんか君民一体で全部君に丸投げみたいな。うん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 。いやそうですね。ね、そうですね、うん。そう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 。ああいう権威主義全体主義国家みたいな話になっちゃうから、うんうん、本当そうですね。うん、であの
チュチェスを作ったあのファン・ジョンヨプっていう学者がいて、うんうんうん、である人を確か法政で学んでいて、うん、でミノミとか学んでんですよね。あ、なるほど。でその日本的な、なんていうかな、社会有機体制的な国家論っていうものを朝鮮に持ち込んで、うんうん、だからファン・ジャンヨプはですね、実はミノベ的なあの天皇帰還戦にしたかった、あ、ね、狩猟帰還戦にしたかったのを、それをあのキムファミリーが、うん、あのまさに国体名称的なものに変えちゃったという。なるほど、うん、だからファン・ジャンヨプはそれに違って亡命するんですよ、あ、韓国に。そうなんですか、うんうん、あ、いや本当そうですね、うんうん、そう思うとそうなんだよな。だから昭和10年にそれが起こってるわけだから、昭和11年にあれですね、うん、2.26 でしょ。そうで昭和12年に日中戦争でしょ、はい、もうこっから全部ダダダダッとこう、うん、起こってくるそれっていうのが用意されるんですよね、うんうん、でその一方でそういったその上からのですね、うん、まあ、一種全体主義的な動きに、うんうん、割と日本の社会がすんなりこう巻き込まれていったように見えるんですけども、うんうん、はい、この点いかがですか。それは巻き込まれただろうと思いますけど、うん、でしかもまあこれ有名な話で、まあ、どっちが主体か分からないですけど、メディアと国民という意味で言うとどっちが主体だったのかっていうと分からないところありますけど、そのメディアが盛り立てて、うん、煽ってですね、うん、国民もそれに乗っかると、うん、当時はもちろんこういう YouTube メディアもないから、うん、新聞がやっちゃえばそれだけになっちゃうところがありますし、うんうん、でしかも当時は国家と新聞がまた重なってますから、はい、メディアをあの統制っていうかな、まあ、利用してますからね、はい、そういう意味で情報がなかったってことはあるけれども、でも今以上にですね、もちろん大学卒なんかいないわけだし、ほぼそうすると偉い人がどっかで何かをちゃんと考えてくれてるんだろうという信用とか信頼感、うん、これはね、日本人の良さでもあるけども、それが裏目に出たところでもあるんじゃないかなと、うん、だったらあれだけその東大とかあの帝国大学出てる偉い人たちが言ってるんだから、うん、聞いとこうとか、うん、彼らが悪いことを考えてるわけないじゃないかとかいう信用はね、今でさえあるわけだから、うん、当時はもっとあったんじゃないかと。そこで一気に、まあこれ疑似的な、だから全体主義になっちゃってるわけですよ。そう、あの全然国家統制してねえのに、うん、日本人は自ら案外全体的な感じになってしまっていて、それはね、うん、否めないのかなとは思いますよね、うんうん、僕はそこであの小林さんにねちょっと言いたいのは、うん、じゃあ小林さん、あなたのその戻りたいその民衆っていうやつが、うん、結局そうやって空気で動いてるんだから、うん、結局元に戻っちゃうじゃないですかって言ってますよね、うん、そういうことです、そういうことです、うん、そういうことです、うん、だからね、これ民衆をどう定義するかにもよるし、小林がもちろん全面的にあの正しかったというつもりは全くないので、はいはい、民衆ってどっか、確かに私たちの呼吸感の意味ではやっぱり足場を置かざるを得ないところだと思いながら、うん、よくこれ言うんですけど、死の交渉というこの全体を僕らは民衆と呼んでたところがあると、はい、あの江戸期まではね、はい、でそうするとそこに武士道の問題もあったでしょうと、うんうん、でね、これ面白いのは小林が本当に裁判内に書いている、うん、あの正宗白鳥の作についてって本、うんうん、エッセイがあるんですけど、うん、この中ではね、死魂、つまりあの武士の魂、はい、死魂という言葉を非常に強調してるんですよ、はい、でこの死魂の流れの中に日本のまあ伝統みたいなのをこう見てるところがあって、うんうん、そこまで行くとなかなかやっぱり引きずられないっていうのかな、空気に対して強いということのまあ持ち湯が出てくるんです、うん、でこれ面白いのは山本知恵もそう言ってるんですよ、うん、山本七右衛門もですね、実はその明治よりも、うん、明治後期、そして大正昭和の方が空気に弱くなってるって言うんですよ、うん、で明治前期あるいは江戸の方が空気に流されてはまずいという倫理観が日本人の中に間違いなくあったと言ってるわけ。これじゃあ何だったのって一回問う必要があって、そうすると武士道っていうけど、武士道っていうのはマッチ部みたいに聞こえますけど、そうじゃなくて精神主義でもなくてね、徹底的なプラグマティズムなんですよ、うん、勝ちにこだわった、うん、勝つためだったらこういう形での道があるだろうという形で整理された道なので、うん、まさに、うんうんうん、あのそこへのね、あの眼差しがもう一度こう取り返してもね、日本人は学ぶところあるんじゃないかなという感じはありますよね。でね、これじゃあもうちょっとだけ言わせていただくと、はい、福沢諭吉が武士道ということまでは口にしてませんけど、うん、一心独立して一国独立の背景に武士道があるというのはまあ有名な話ですよ、はいはい、で福沢は何をしようとしたかっていうと、つまり死の交渉を解体して、うん、能交渉を死にしようとしてるわけ、うん、
だから全員死じゃないと実は民主主義も成り立たないよって言ってるわけですよ。なるほど。実は、うん、だけど実態何、実際に何が起こったかというと死が解体されてしまって脳交渉だったんですよ。でそうすると脳なるかつと前先の利益で動くので浮動するとか空気に弱いってことになってしまって武士道がどん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 こう衰退するとともにこの国がまあ内的事故をしないかつ空気に弱くなってくるというのはまあ言えるんじゃないかなと思いますよね、うんうん、僕はこの空気ってやつがね、うん、いつ頃から醸成されたのかすごく知りたいんですけれども、うん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 、ということはもう例えば江戸期からその、うんまあ、江戸期は農民がほとんどですからね、うん、あったとお考えですか？あると思います。うんでかつ、西洋にもあると思います。うんつまり人間であれば空気的なものは間違いなくあるんですよ。うんでこれは例えば西洋だとプネウマとかね、気根とかね、まあ、いろんな言い方をしてたと思いますけど、ただ問題なのはどの社会にも空気に流されたらまずいっていう、経験値があるので、そのストッパーを作ってたんですよ。なるほど。文明はなるほど。でそれがキリスト教だったりなんだりとか、はい、あるいは偶像崇拝の禁止だったりとかそういう形で出てくるんだけど、日本人はそれを特に武士道、うん、で武士道の背景にはあの前もちょっと申し上げましたけど陽明学と禅があるんですよ、うんうん、こういうものでストッパーをかけて基本的に指導層にはそういうものを教えてると、うんうん、そこへの回路を残してるって言うんだけど、この回路が近代にむしろなくなるんですね。うん、だストッパーをなくした時に日本人はむしろ そもそもあったようなまあ、同調圧力というのかな、うん、そこにどんどん弱くなっていったっていうことの方が多分正しいんじゃないかとは思ってますね。なるほどね。うん、で、まあ、これは僕 あの考えですけども、うん、その武士道の起源をたどっていくと結局あの平安の終わり頃 あの関東東北の開拓農民ですよね、うんあうん、で開拓農民が自分の切り開いた土地を自分の責任で守るっていうことで、うんうんうん、だから一生懸命じゃないですか、はいうん、でこれってあの西部開拓のアメリカ人と同じ気質で、うん、なるほど。だからここにねあの実はその武士道の根幹にはアメリカにおけるですね個人主義とかですねあのリバタリアニズムみたいなものが多分あると思っていて、でそれがその明治以降その日本がですね近代化するときに多分その武士道的なエイトスってものがそこになんか共振するところがあって、うん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 、だからうまくいったのかなって思ってます、うんうんうん、なるほど。でも面白いなそれ、うすうすなんか気づいてたというかなんか感じてましたけど、うんうんうん、そう明確に言葉にされたのは初めてだったので、うん、いや全くの妄想ですけども、うん、あでもねすごくわかる。そうですか。あのクリント・イーストウッドのすごくいい西部劇ってご覧になったら、うん、あれ武士道を感じますよ。あ、はいはいはい、もうすんごいかっこいいから、うんはいはい、でこれこそ真の意味の個人主義で、うん、あの日本型個人主義にもそれはあるしね、うん、で僕個人主義って、まあ、批判する部分もあるけども、うん、その局面によって、うん、とはいえねやっぱり重要なモメントだと思うので、うん、個人主義って空気に抗うのは個人主義です。そうそうそう、まさにそうです、まさにそうです、うん、でそれをどうやって培っていったのかというと映画なんかでね教えられた感じありますよ。あで特にあの許されざる者とかね、うん、本当ね鳥肌立つようなね、うん、こう生きたいみたいなね、うん、でまあ実際あのイーストウッドは保守ですからね完全にね、そうですね、うん、ああいう野蛮とともに個人主義がこうあり得るというような世界を、うん、そっか開拓民の感覚かというのを今ハッとしました、ねうんうん、だからその、まあ、江戸期のね完成された武士じゃなくてその元の原初的な新しい武士道ね、はいはいはい、これをもう一回あの復活すると、うん、ちょっと日本も生まれ変わるかなってちょっとそっかに思ってます。そうおっしゃったことあるもんな。でそれねあのちょっとこれ僕も読み覚えたことですけど、武士道ってすごい残酷らしくて、うん、あの一つだけ例を言うとまずあの、ね、自分の部下とか部下って言わないかあの要するに臣下とか、うん君主でもいいんだけど、うん、そういうものが戦場で殺された時って、はい、すごく仲が良かったにもかかわらず、はい、顔をですね剣で剣であの切ってですね、うん、十字に切って、うん、それにしょんべんをかけて、うんで足で踏み潰すんですって、うん、で何でかというとそれで皮がズルッと剥けるから、うん、でそうじゃないとその誰がやられたかが分かっちゃうからわざとそうすると。なるほど。ということは相当これ精神的にきつい話なんだけども、でも勝つってところまでいくとそれやらざるを得ないし、うん、やるべきなんですよね、うんうんうん、ということはですよ、死とかそういうグロテスクなものとか秩序じゃないものに触ってるってことなんですよ、うん、この秩序以外のものに触ってることによる修行を、うん特に近代日本人は嫌がったし、ね、捨てましたよね。そうですね、うん。それが弱くなったことの原因な気もしますね。うん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 
その荒々しさですよね。はい、じゃあ今回はこの辺で、はい、今回この辺で、はい。